あ、今日 AKB48 って最近聞いたよねって、な、だ、だ、と、そうだわ、危ね。告知しよう。そう、今日あるんですよね。最近聞いた。久しぶりに出ます。ちょっと今日のビジュが悪すぎてどうしようか迷ってる。腰もまだ痛いんだね。でなんかね、変にピキってなっちゃった。あ、なっちゃう。にゃー、痛い痛い痛い。いやん。残り 20% だってよ、充電が。すまないね。戻ってきたかい、みんな。年々 20% だって。そしてそして、そう、あ、そう、本日 AKB48 の最近聞いたよねがあるので、よければぜひぜひ見てね。じゃらんじゃらんさんとコラボさせていただいているので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お話し会もたくさん完売出てるねって。そう、今ちょうど次のシングルのニューシングルのお話し会、個別お話し会とオンラインお話し会の6時受付中なんですけど、そうが9日の12時までだったかな。そうなんですけど、オンラインは全て完売しました。ありがとうございます。オンライン買っていただいた皆様、嬉しい、ありがとうございます。そう、あ、ちょっと大丈夫かな。そう、オンラインは今回ね2日間しかないので。そうなんです、狭き門だったのかな。それもそうなるのもとっても嬉しい、ありがとうございます。そしてあとは個別もなんと2部完売しておりました。嬉しい、ありがとうございます。そう、一番最初の個別お話し会かなの3部4部の2部がそう完売になってて嬉しい。この6時今受付してるのが一旦最後、今回とか再販とかあるのかね、なんかわかんない、どうなんだろう。なんか今までさ、キングレコードさんでさやってた時はさ、再販っていうものがあったけど、それはさ、なんていうの、あれだったじゃん。今回からさ、なんかお支払いをさしなかった方とかはなんかあれじゃん、なんか買えなくなっちゃう、システムになっちゃったから。再販って今までそのためにやってたんだもんね。完売してた部が、あ、空きが出ましたよ、再販ってことだったもんね。だから再販あるって言われ、あれ最初から言われないもんね。どうなんだろう。まあまだ確定というか、私たちは何もわからないので。そうですね、まあ一旦最後の
受付ということなので、よかったらぜひぜひお待ちしております。何もわからないようにして。そうです、メンバーは何にも大体分かってないんです。そう大体何もわからない。全部完売できるといいねってね。今回から個別のお話し会が始まったので、でもなんだろう、やっぱり今までオンラインでやってたからっていうのもあったと思うんですけど、っていうのと、あとやっぱオンラインの方が楽っちゃ楽なのもすごいわかるから、そう、楽っちゃ楽というか、なんだろう、現場に行くまでの負担がやっぱりさ大きすぎるからさ、っていうので、そう、大変、また皆さんに負担をかけちゃうとは思うんですけど、ただ単純に個別お話し会をにし、すごく楽しみで、なんか久しぶりにそのなんだろう自分のレーンに、自分のレーンがあって、なんかそこに人が並んでる、並んでくださってるっていう、なんか姿をちょっと見るのがなんか楽しみなので、なんかそう、面白い、そう、なんかね、楽しみな気持ちがあるので、ぜひぜひよかったらお待ちしております。懐かしい、暇だったら隣のレーンとかに遊びに行ってたもんな、なんかそういうのも懐かしい。そう、人がこう、ファンの方がこう並んでない時とか、そう、隣のメンバーのとこ遊びに行ってそう、喋りしたりとか、隣のファンの方のとこにちょっかいかけに行ったりとか、なんかそういうのもなんか懐かしい。そう、自分のレーンにこう人が並んでなかったりとかすると、隣のレーンとかにあの並んでるファンの方を釣ったりとかさ、なんかそういう絡みが懐かしい。で、楽しみでございます。懐かしい。ちょっとレーンのところに早めに出て、他のレーンの人のファンの方に挨拶してから自分のレーン行ったりとかそうおもろい、懐かしい。そう、待ってるねとか言いながら、そう、後で遊びにおいでつって、そう、当日券とかっていうものがあったからさ、今回はあるのかね、きっとあるよね多分。そう、後で遊びにおいで、そう、今日おしまじ OK だよとか、懐かしい。あ、そっか、対面だったら当日おしましできるんだって。あ、そうなの。そう、でもなんかあったよね、当日券がどうたらこうたらって。当日券、そうよね、なんかあったよね。え、あったよね、なんか
同じ試験買えるんだねって、なんか大西の記憶の中ではあったような気がしているけど違う？なんか1時間ぐらいだけこう自分のもともと買ってくださってたファンの方が来てて、残り30分とかなんかなったらお、なんかその人たちが来るみたいな、おしま試験か、そうか、当日券はないのか、じゃああ、当日券じゃない、当日そう、押し増しができるんですよ。そう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 。そうですね。そうなんです。だから楽しみです。うん、まとめ出しできるのかなって、まとめ出しは多分絶対できると思うで、ごめん絶対なんて世の中にそんなことはないから、やっぱ宣言撤回多分できると思う、じゃないと大変だよ、ぐる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 一生回り続けなければいけない、できるできる、うん、安心して、そんなむごいルールはきっとないはずほらできるって書いてあった、大丈夫だ、ループはループで楽しいけどって、まあ、きっと楽しいと思ってくれる方もいらっしゃると思うけど、あの世の中にはあの DD という方がいらっしゃいましてね、あの一人の霊にこう何枚も何枚も何回も何十回もこうループしていると他の霊に行けないという、そういうことが起きてしまうので、まあ、きっと単推しの方はねループ楽しいと思ってくれるかもしれないけど、そうそう世の中そんなね単推しというあの何ですか、都市伝説都市伝説かなみたいな方もいらっしゃらないかもしれない、うん、いやでもね案外ねそんないないと思うじゃん都市伝説並みに、でもねいるんだよね、なんかとか言って、そう、わりかし、そう、嬉しいよね。うん。そう、嬉しい。見たことあるのって。そうなんかなんだろう、単押しというまあ単押しになるんだと思うんだけど、なんだろう AKB をもともと好きじゃなくてっていうか、別になんだろうまあなんだろう好きじゃなくて、でたまたま大西をこうどこかで見つけてくださって、大西を好きになってくださって、で大西が好き、だから AKB の中で見つけたっていうよりかは、どっかでこう見つけてくださって好きになってくださって、あの現場に来てくださったりとか、お話し会とかに来てくださってる方とかも今たくさんいらっしゃるので、やっぱりオンラインお話し会っていうのがやっぱりすごく大きくて、わりかしこう現場に足を運ぶよりかはすごく気軽になんだろう参加できるものだから、それでやっぱそうで、なんか好きな、なんだろうね、大西桃が始めてくれた人とかも
結構多いので、うん、そうね、やっぱオンラインお話し会って最初ね、すごくなんだろう、最初は結構マイナスな何声とかが結構聞こえてきてたツールだったんですけど、今になってみたらね、オンラインお話し会の方がね、なんかこうやっぱ完売も出てたりだったりとかするのを見ると、やっぱ素敵なコンテンツだったんだなと思って、うん、ねえ、そうで、だから世の中なんだろう、馴染めばいいよね。なんかだから今も個別お話し会が逆にさ、なんだろう、オンラインお話し会よりこう完売が少ないイメージあったりするけど、またこれがね、なんかだんだん続いていけばね、やっぱ現場いいわってなるんだろうね、わかんないけど。だから順応というかさ、なんていうの、そうなの、順応力というのかな、なんかすごいがすごいよね、うん、そう、うん、楽しみ、やばい、めっちゃ眠たくなってきちゃった。明日ちょっと朝早くて、大西そろそろ寝ようかな。あ、言うても12時だね。よし、じゃあちょっと髪の毛乾かして歯磨いて寝てきたいと思います。明日はちょっと朝からバタバタしてるんですけど、夜は武藤トムさんの卒業公演ということで、なんか本当に全然実感湧かないんですけど、でもチーム系だったりチーム系のみんなと、みん、あの皆さんと素敵な公演にできたらいいなと思うので、頑張っていきたいと思います。ではじゃあランキングの方を呼んでいきたいと思います。いきますよ、1位デンスケさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が、うん、あ、ごめんね、5位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がマークアコードアットマーク大田軍大西大地空挺団さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がなんなんなんなーなんなんなーなんなーなーなんなんなんなー、ごめんね、残り 10% だって充電が戻ってきましたか皆様、すいません、充電が残り 10% っていう通知が来て止まってしまいました、ごめんなさい、やばい。 今何位まで皆さん聞こえてました？どこまで聞こえてたかな、みんな戻ってきたかな、そして戻ってきました、お、7位の方まで聞こえてた、お、ありがとう。じゃあ一旦7位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、7位エイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がヨッチ&ユーももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がカンタムさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が、MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がキョイさん、ありがとうございました、
イエイ、ありがとうございます。そしてこれクマさんが2つもある、ありがとう。これそういえばなんか背景変わったね。あ、今日わりかし履歴残ってる方だけど、あった、あった、今日履歴残ってる全部、すごい。あ、1位の方2つだ、ありがとう、ありがとうございます。ではちょっと読んでいきたいと思います。いきますよ、今日珍しいね全部残ってたの。じゃあいきます。デンスケさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエイ、ありがとう。これは何だ、ホワイトデーか、もうそろそろ、いやまだまだだ、でもホワイトデーか、ホワイトデータワーだ、ありがとうございます。イエイ、ありがとう皆様も本当にありがとうございました。すいません、このあの顔テカテカ、今日はあのクリーム塗りまっくりすぎてちょっと顔がものすごくテカテカな、テカ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 って感じだったんですけど、見てくださった皆様本当にありがとうございました。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。じゃあおやすみなさい、バイバイ、おやすみこちゃん、バイバイ、いたねー。